ベオグラード級駆逐艦は、ユーゴスラビア王国海軍の駆逐艦の艦級である。本級は、ユーゴスラビア王国海軍が、自国の沿岸防御のために、フランスに設計を依頼して3隻が建造された、クラスである。設計には、フランス海軍のラドロア級駆逐艦をタイプシップとしたが、機関配置は、ボイラー3機を全部に1機、後部に2機を配置するシフト配置だが、 ボイラー形式をイギリス式とした際に四本煙突から二本煙突へとマイナーチェンジされていた。一番艦の建造はフランスのロワール造船所、二番艦と三番艦は自国のスプリットで行われた。並走はチェコスロバキアのシュコダ社とイギリスのヤーロー社による複雑な調達方法をとっている。収益後に第二次世界大戦が勃発し、 イタリアに接収されてしまい、三隻とも自沈にしたが一番艦と二番艦は、不要、修理されて、イタリア海軍駆逐艦として竣航した後、今度は、ドイツ陸軍に接収を受けてドイツ、海軍駆逐艦として収益した艦があるけうな、戦役を持つ。本級の、ザグレブの模型本級の、ザグレブの模型本級の戦隊は、艦首還元の高い単戦主導型戦隊で、 外洋でのしのげなみ性の良好なクリッパー式監視を持っていた。監視乾板上に12センチメートル速射砲、お棒立てのついた単装砲画で背負い式に2機、その後ろに近代的な箱型の環境と短脚式の全部マストが立ったところで選首楼が終了し、一段下がった中央部に日本煙突が立つ。煙突の周りは関西低置き場となっており、 片言二組ずつのボートダビッドにより運用された。二番煙突を基部に立つ後部マストの下の中央部甲板上に55センチメートル、巨雷発射管が三連装で直列に2機が配置されていた。後部甲板上に3番4番手法が後ろ向きに背負い式に2機配置された。手法は前述の通りのシュコダ射精、新設計の スコーダ 193912cm 法を採用した。この法は自由装填方式を採用しており、どの角度からでも装填ができた。不行角は最大行角35度から深く10度までの間で、重量 24kg の鉄鋼弾を行角35度で最大射程 16,500m まで飛ばせた。旋回角度は、 監視方向を0度として、左右ともに150度に旋回でき、動力は人力である。毎分10発を発射できる、速射砲である。他に、対空用として、ボフォース 40mm 機関砲を、連装砲がで2機装備している。他には12、7mm 機銃を単装砲がで2機、装備した。他に、手法では、 対抗不能な相手用に 55cm3 連装魚雷発射管を船体中央部に直列で2機配置された。ありがとうございます。